1> 第1次世界大戦最後の動画です。対戦はどのように移り変わっていったのか、そしてどうやってこの対戦が終わったのか、見ていくことにしましょう。まず最初に話したいのが、日本の参戦です。ヨーロッパで主に起こった戦いやってんけど、日本もこの第1次世界大戦に1914年に参加をしていくことになります。どういった理由で参加をしたかというと、日英同盟です。なので、A っていうのは、 イギリスのことですイギリス側で日本は参戦をしますつまりこれはイギリス側なので連合国側ということやね連合国側というのはイギリスフランスロシアの三国協商側として参加をしていくことになりましたただ日本はこれは イギリス同盟国のイギリスがやられてかわいそうや、助けに行こうということで参加をしたのではなくて、日本には日本の狙いがありました。この第一次世界大戦をきっかけに、日本はさらにこの大陸、中国への力を伸ばしていこうと考えていたわけです。なので、実際にドイツが支配をしていた、力を持っていた、サントン半島、シャントン半島へね、この半島です。 この半島を中心に兵を送って力を伸ばしていきましたそしてヨーロッパの国々がヨーロッパの戦いに集中しているうちに中国に対してその当時は中華民国にもなっていましたよね中華民国政府に対して要求を突きつけます21個も要求を出すんやね これを21か条の要求と言います。え、どういう内容があったかっていうとえ、このドイツが力を持っていた三島半島の権益を譲れとかえ、旅順大連え、このリャオトン半島リャ半島というのは日本がすでにそししていた借りていたんやけどその借りる期限を延ばせとかっていう要求を出してきましたこの中国の北東部 このエリア大体このエリアのことを満州と言ってないけどこの満州エリアでの日本の力をさらに伸ばしていこうというのが日本の狙いやったわけです。なので日本としてはこの大戦のメインの戦いの場所であるヨーロッパというよりはアジアで自分たちの力を伸ばしていこうという狙いでこの第一次世界大戦に参加をしました。 それじゃあ、対戦の方。日本はこういう理由で参戦をしたわけねんけど、第一次世界大戦、全体ではどうなったかというと、やっぱり日本と合わせて忘れてはいけない国がもう一つありました。アメリカです。この頃はアメリカもすごく植民地を世界中に持っていて、強力な国の一つになっていました。ただ、アメリカは昔からヨーロッパの戦いには私たちは参加をしませんよというスタンス、そういう ところがアメリカがこの第一次世界大戦に参加をする出来事が起こります何があったかというとこの大戦の中でイギリスが取った作戦の中に海上封鎖というものがありましたドイツを見てもらったら分かるとおりいろんな資源を手に入れていくためには外から手に入れていくためにはこのフランスやロシアを通して陸路で資源を手に入れるか この海かかかから資源を手に入れるかしかなかったわけね。そしてもちろん対戦中フランスロシアは塞がれていました囲まれていましたなのでこの海上輸送というのが海から植民地からの資源とかを入れていくのがドイツにとってはすごく重要だったんですところがイギリスはここにあるよねここに対してイギリスは海上封鎖を仕掛けますドイツの船を通さないようにしたわけです そうするとドイツはめちゃくちゃゃく困るよね。困ったドイツは何をしたかというとここに軍艦とかあとは潜水艦を出してここをやってくる船舶船に対して攻撃しますよっていう警告をせずに船にどんなものが積まれているか中身とかも十分確認せずに砲撃をし,だしたんです。これはちょっと戦争のルールとしては NG ですやっちゃいかんことやね。そして イギリスのある船を沈めた時その船にたくさんのなんとアメリカ人も乗っていたんです。ドイツはその船を攻撃してしまいます。沈没させてしまいます。さすがにこれはアメリカも起こります。国民はそれでもこの対戦に参加するなという意見もあったんやけど、アメリカはこれをきっかけとして対戦に参加するようになりました。 そうすると今までは三国同盟と三国教書連合国と同盟国で力のバランスを取れていたんやけど大国アメリカが参戦することで一気にこの連合国側が有利になってったわけですアメリカが参戦をしましたよとこれは連合国側です ところが、もう一つ、また、この大戦に影響する大きな事件が起こります。これが終戦、戦いの終わりに向かっていくきっかけにもなるんやけどね。1917年、ある国で、連合国側のある国で革命が起こります。前の動画でちらっと出てきたんやけどね。ロシアで革命が起こるんです。1917年、ロシア革命が起こります。先ここ、色塗ったんやんか。 ロシアは実は途中で1917年革命が起こったことでこの連合国側から先にいち早く抜け出したんです。戦争をやめたんです。革命が起こったことによって皇帝による支配の訂正というのが終わって皇帝による政治が終わって新しい政治ができたので政権ができたのでその新しい政府というのは戦争をもやめますと言ったわけね。そしてドイツと ロシア新しい政府のロシアが1対1で話をしてロシアはこの連合国側から抜けることになりましたそうするとドイツの同盟国側は有利になるように見えましたんやけどこの革命の動きは他の国々にも広がっていきましたやっぱり長く続いた第一次世界大戦そしてどの国もやっぱりこの 皇帝による支配の仕組みを嫌がっていた苦しんでいたのでその革命はオーストリアそしてドイツへも広がっていきました1918年オーストリアに続いてドイツでも革命が起こったことで戦争をしていたドイツ帝国自体が崩壊をしてしまいますそうするともう戦争を続けることはできないよね皇は仲直りをして第一次世界大戦は終戦へと向かっていくことにます なりました